やっぱり北大路なんで浸透性がすごくて。やれー、皆さん野球楽しんでますか？カモネギックス監督のシュウです。今日は試合前夜、まあそれはどうでもいいんですけど、ちょっと出かけてスポーツ用品店、野球用品店に行ってきて、とあるものを買ってきました。まあ他に野球 YouTuber さんとかでいろいろ紹介されてる方もすでにはいると思うんですけど、この畠山さんのリキッドオイルを購入してきました。最近、水のプロさんのこの液体オイルを初めて液体オイルとして使ってみて、かなり感触が良かったんで、さらに柔らかくなるという話題のこのリキッドオイルを使って今日はちょっと試してみたいと思います。以前動画で紹介した畠山さんのピッチャー用にしたグラブ、やっぱり全体的にしっかりしてて、紐なんかも特に硬いんですけど、硬さを生かしてもポケット付近をちょっと柔らかくしてみたいなとずっと思ってたんで、これを早速使ってみたいと思います。ビニール取りました。これも出るんかな、あ、これを横にすると出ますね。出ないですね。逆にすると出ました。これをこっち側にすると出ます。まあそれはいいんですけど、ちょっとじゃあ補給面にまず一吹きしてみたいと思います。今こんな感じ、だいぶ出て染みてます。やっぱり液体オイルなんで染みるムラがちょっとできるのは避けられないんで、もし気になる方は布につけて拭いた方がいいかなっていう気もします。乾きは早くて、かなりそんなにベトつくわけじゃなくてしっとりします。もう一拭きしてみます。手で叩いても、ほとんどベタベタしてる感じはなくて、本当に浸透性があるという印象があります。まあもしかしたら乾きすぎてただけかもしれないんですけど、やっぱり液体オイルなんで浸透性がすごくて、柔軟成分で柔らかくなるのかなという気はしますが、しっかり叩く、まずはしっかり叩かないといけないかなと思うんで、ちょっとこの動画だけでは、検証がなかなかできないかもしれないんですけど、ちょっと時間経ったんですけど、まあシミもだいぶ落ち着いてきて、もうちょっと遠くから拭いた方がいいのかなっていう気はするんですけど、まあ今回ポケット部分っていうことだったんで、ちょっと近めにあんま広がらないようにやったんですけど、拭いてみて、まあ叩いてるだけなんですけど、結構キメが細かくなったというか、しっとりしたというか、柔らかさ、一定の柔らかさを感じます。まあついつい拭きすぎてしまうことのないようにして、まあピンポイントに、浸透力の高いオイルであると思うんで、まあちょっとよくわかんないんですけど、さらっとなるんで、そこでしっかり叩いて柔軟性を出していこうかなと思うんですけど、まあちょっとすぐなんでまだそんなに効果はわかんないんですけど、もしかしたら少ない、使う量が少ないのか、そんなことはないと思うんだけど、硬い部分を柔らかくしたい時やっていうことがあるんで、第三石油類、普通のオイルとはやっぱり違うタイプのオイルかなと思います。ベタつきがないというのはかなり感じました。まあ、捕獲柔軟剤ということで、まあ、捕獲もできるにはできるんで、本当にカラッカラの
カチカチのグラブってあるのか分かんないんですけど、そういうのに向いてるのかなとちょっと今考えたんですけど、今回これを購入したのは、まあ自分の今片付けしてるグラブのポケットっていうのもあるんですけど、ウォーター選手が次の、まあ、ミットは畠山さんのリキッドオイルで型をつけようかなっていうことを言ってたんで、まあ、今回は自分がこれを購入したんで、ウォーター選手も新しいミットを購入してくれるかなっていうことで今回これを購入しました。今回の動画は以上です。チャンネル登録、ツイッター、フォローぜひよろしくお願いします。